マーチから、これは、ニャイセド。来たー違う、ウェルベックだ。毎回右だと。いや、でも左であのファー側にコントロールショット打ってたのすごいね。毎回ね、ハイセドがこう、ニアゾンラン的に上がってきてんのかなと思ったら、ハイセドが左ゴランジャーあそこいないんで。そこでね、パスカルグラスかなニアゾンランして引っ張ってあげて。いや、ウェルベック分かったね。三苫もちゃんとね、こぼれ詰めようとしてたからね。あそこファーに打つの大事なんですよね。ファーだとセカンドチャンスあるからね。 アカリスタに当たったっんだどうだろうでは閉じてるけどね。閉じててもでもゴールになった場合ってさ、これ関係なくハンドなんだっけハンドは毎年変わるからな。あ、やっぱそうか。そう、得点に直接関与になった場合はどんな状況でもハンドになる場合はハンドなんだよね。こういうの全部めんどくさいから、もう当たったら全部ハンドしてほしいな。結構上、なんか審判によっても違ったりするんじゃん、あのプレイ関与のところもさ、オフサイド。 で、あとあとプレミアとかだと、あの前のユナイテッドシティみたいに、あれはオフサイドでした。ごめんなさい。みたいなさ。そう、丁寧なようなんかできないって言うんだけど、それは手を出しちゃってるっていうスキルが低いっていう。プジョルとかさ、いいディフェンスって絶対さ、エリア内だと手閉じるじゃん。後ろ手で。そう、声じゃなくてもね、手に当たって入ったらダメなんです。今日もめるね。いいね。いや、いいな。 絶対に意識してんのにでも俺監督辞めだけど一緒にやってたコーチ残ってんのすげえ嫌なんだよねあのシェフ三つ星フードトラック始めましたって映画俺好きなのがさあのトップのシェフがさレストランクビになった時さ弟子連れて辞めようとしたらその弟子が残るっつってああいうシーンとかリアルだなーと思ってさ俺誰かのコーチでさ自分の親分がさその監督解任された時にさレオくん代わりにやってくれって言われたら絶対にやんないもんね それ人間としてかっこよくないから。だから監督辞めたのにコーチが残ってるさ、やつでさ。それで結果残せる人もいいんだろうけど。ハンジブレイクとかってどうだったっけあれ。出川さん、全裸になるパターン。<laughs> え、何したの今、レッド出た暴言したのかな何したかわかんないから、これ野球みたいにな、マイクで説明してくればいいんだけどね。ああ、この画角あれだよね。確か。 ダイヤがトイレ行ってて、モーリーニョが追いかけてった時の画角こんなんだったよね、オールアナスティングで。早く戻ってこいみたいな。プロレスだったらあそこでね、野外でボディスラムするよ